30、私のお手製の麹100入りました。これをよく手で塩と麹をなじませると。私はこういう作業ってやっぱりね、自分が持ってる菌があるし、物を作ってるっていう感覚になるので、自分の手ってやっぱ感覚がね、素手の方が手の感覚がもう研ぎ澄まされるというか、今混ざったなとか、こう手がこう察知するというかね、いい感じで混ざったので、じゃあこれは混ぜて置いておきます。で、片付けを売りする方から購入しまして、3回同じ方から買うっていうのはすごいよね。ということで、今回はこのブンブンチョッパーを使って、これね、欲しかったのを、なんかもう適当に切ってブンブンやってみましょう。行くぜ。引けない。固まる。すごい。ほら見て。すごいすごい。結構疲れるな。なんかまだみじん切りにならないね。包丁で切るのとどっちが早いんだろう。このぐらい。まあまあいいんじゃないでしょうか。疲れるけど。でも電動って結構かなり細かくなりすぎるから、これぐらい粗い方がいいかなって感じで、手動は手動、電動は電動で使い分けをしようかなと思います。ありがとう種田くん。2本いっぺんに入れたら結構硬いな。はい、できました。この中に入れるのは 200g が限度かな。結構一番最初力がいりましたね。 100g の時はね、結構楽ちんだったけど、よいしょ。電力を使わずにたくさんみじん切りができたので、買ってよかったのではないかと思います。なんか半分でもよかったかも、 150g でよかったかもしれない。でもまあね、こういう調味料は結構あっという間に使い終わっちゃうから、これを混ぜ混ぜ混ぜ、まあ綺麗な色、素敵な綺麗な色です。白と緑で、白と緑が綺麗。混ぜ終わったので、熱湯消毒した瓶に入れてきます。よいしょ。あ、水分ってやっぱり腐敗する一番の要因だと思うので、この野菜の汁だけでね、作るとなかなか腐ることもないと私は思っているんです。まあ持論ですけどね、今までの経験上水を入れた方が腐りやすかったっていうのがあるので、まあそれは日々の自分の体験で確認してみてください。またね、新玉ができたら玉ねぎ麹も仕込もうかなと思ってて、これもたっぷり仕込んどいてよかったって感じだったので、これもいい感じなんじゃないかなと思います。これをまた水分がこれから出てくると思うので、もう3月に入ろうかなという時なので、少し暖かくなってきてはいるけど、まあ室温で1週間ぐらいは大丈夫だと思うので、かき回していきます。そう、この瓶の口周りはね、綺麗に拭いておいてくださいね。で、軽く蓋してこんな感じ。緑のところもね、私は捨てませんで、これからちょっとスープを作っていこうかなと思うんだけど、ちょっとこういう傷んでるところだけはね、切り取って使っていこうかなと思います。捨てないよ。ちょっと味噌汁の具とかになると思うので、これだけはちょっと細くね、小口切りにして取っとこうと思うけど、こっちの方だけちょっとここだけ掃除して、ここだけお味噌汁の具用に小口切りにして取っておきます。で、こうやって小口切りにしたネギを長持ちさせる方法としては、
この後水にさらさないことですね。もしさらしたとしても水切りをしっかりして、その後私はもう水にさらさないままやりますけど、こうやってキッチンペーパー引いてね、このままこうやってほぐして置いとけば1週間は絶対に腐らないですね。私は2週間ぐらいこのままで置いてたこともあるので、たくさん切ってね、水分がこうたくさんありすぎるから腐っちゃうわけで、野菜の水分だけだとそう簡単には腐らないので、これで1週間くらいは持ちますので、キッチンペーパーで保管。ネギの長期保存方法でした。バター、ニンニク生姜とか薬味も入れずに、このネギだけでやってきます。もう最初から塩しちゃいます。塩で炒めていきます。と中火でだいたい5分ぐらい炒めるとこんな感じになります。これを1回開けます。よいしょ。でこの鍋のままでいいので、お水入れて、ネギとバターの味がいい味が出てますんで、これをこのままブイヨン代わりに使います。できるだけ早く煮えたいので薄く切ってます。トントントン。じゃがいもが柔らかくなるまで煮ていきます。中火で10分ぐらい煮ました。いい感じに火が入ってると思いますので、ここにさっきのネギを戻します。以前の動画にもこれは出てるネギとこのじゃがいものスープ、これフランスのもう定番の、 あの冬のスープ、本当にこれは私初めて食べた時衝撃の美味しさだったので、それをまた作っていきたいと思います。でも今日はね、本当このネギの葉っぱの部分だけで作るので、どんな味になるかちょっと楽しみです。今このネギとじゃがいもを入れて一煮立ちさせまして、でこれで一旦火を消してちょっと冷まそうと思います。でせっかく煮えてるので蓋して蒸し煮みたいな状態にして冷ましていきます。さて今回初登場のミキサー、これもブンブンチョッパーと同じ羽田くんから買いました。面白いよね、偶然同じ人から3個買っちゃうなんて。大量にねミキサーにかけられるのでありがたい。じゃこれミキサーかけていきます。素晴らしい、あっという間にピュレで、ちょっとやっぱり繊維が多いと思うのでこうします。あ、ミキサーにこの出来上がった塩麹も入れて攪拌しようと思ってたのに忘れちゃってたから、もういいや今入れちゃおうアバウトだね。本当はミキサーで攪拌した方がいいんだよ。でもいいの、まあだいたいこせたんだけど、このネギの青い部分もそんなに口当たりが悪いわけじゃないから、まあそんなに気にならない人はこさなくてもいいと思うんだけど、まあ、今回こしてこの残りなんだけど、ガスパチョの時もそうだったんだけど、これはこれでね美味しいんだよね。うん、普通になんて言ったらいいんだろうね、なんて言ったらいいんだろう、ほらよくなんか居酒屋の漬け出しとかに出てくるような、なんて言ったらいいんだろうね、野菜小鉢みたいな感じのおひたしか、おひたしみたいな感じ。この米麹がねちょっと入ってるから普通にこれ美味しいので、これはこれで取っておいていただきます。最後の方はこの豆乳で綺麗に洗って、最後の最後までいただきますよ。ミキサーも綺麗に洗えました。でこのミキサーのいいとこはね、舌が取れるんだよね、洗いやすい。いい商品買いました。はい、スープの方も綺麗に出来上がりました。あとはこれをもう一回一煮立ちさせて、ちょっと味を見てみよう。うん、うまい、もう何の味付けも必要ない。さっきのこの塩麹、このさじで2杯ぐらい入れただけなんだけど、もうそれで十分です。本当はね、あのミキサーで攪拌した方がこのここら辺の米麹も細かく砕かれたとは思うんだけど、まあ十分です。じゃあこのおひたしみたいなネギの絞りかすこれに以前動画でも撮った味付けごまを乗っけて、
この味付けごまは醤油味なのでいいアクセントになるかと思います。そして温めたネギの葉っぱのスープ、ものすごく甘いです。野菜のこのもうね、この緑の葉緑素の甘さのみですね。すごくほんわかする味ちょっとバター落としますかね。バターをちょっと真ん中に落として、こんな感じです。ではいただきます。バターをちょっと溶かして、甘い、本当に甘い、野菜の甘さ。よくなんかマルシェとかでもさ、ここの部分だけもう切ってくださいとかって言ってる人いるけど、だったら私にちょうだいって思う時あるよねうん、本当に美味しい。でこれね、絞りかす、お醤油のごまと一緒に、もうこのお醤油のごまをのっけなくても本当そのまま美味しいんだけど、ちょっとねアクセントで、うん、絞りかすという流れって感じ。ほんとおひたしそんなに繊維が硬いわけじゃないので、おひたし、おいしい。2日目ちょっと水分が出てきたかな、うん、かなりいい感じで、かなりいい感じで熟成してる気がします。あ、もうこれ使えそうな感じだけどね、ちょっと舐めてみよう。うん、ネギだあ、でも美味しい。なんかもうこれ使えそうな感じです。なんかスープだったりとか炒め物だったりとか、なんか使えそうな感じ、美味しい。じゃん、カレーもいい感じで水分が出てきてます。これ3日目のネギ塩麹なんだけど、もうこれ出来上がってますね。もう水分がかなり出てきて、もう米麹も溶けてるので味もめちゃくちゃ甘いんだよね。もう十分美味しい。これもう使えます。もうこのまま溶かしてスープにすればちゃんとしたネギスープだね。もうこれはちっちゃい瓶に移して使い始めます。ちょっとねこれ小さい方に移したんだけど、ここにねもったいないんでここに直接お湯を注ぎまして瓶を洗いつつ皆さんはこのせこいことはしないとは思いますが、はい、無事瓶もきれいに洗えて、なんかいい感じのスープになってます。白胡椒とごま油をちょっと入れて、ではちょっといただいてみます。ほらこんな感じで米麹もね、やっぱ出来たてだったからかきれいに溶けて、優しい味、あ、めちゃめちゃ美味しい。なんだろう、ネギがさらに甘くなってる気がする。ネギ本来の甘さが引き出されてる感じで、お塩の加減もちょうどよくて、これはいい即席スープになりますね。うん、ちょっと炒め物とかにも使ってみたいな、こんだけ甘みが出るから。うん、素晴らしい、ポワロ。